こんにちは、久保です。今熱海に来てるんですけども、あの山の上のですね、これ見てください。あの見晴らしの良さそうなマンション。でもあのマンションっていうのはものすごく急な坂を登っていかないと入れないんですよね。で、行くのも大変なんですけども、あのマンションを作るために資材を運んだり、水道管や下水管や電気の配管を組んだ人っていうのはもっと大変だったと思います。さあ、そこでですね、こうやって見てください。こちらの山の頂にはまだホテルが建ってませんよね。だからあのホテルに、あの山の上にホテル建てるぞって言ったことを無理だよっていう人もいるかもしれません。でもこちらに現実的に山の上にホテルがあるのを見た人は無理だよとは言わないかもしれませんよね。でもですね、もともとこの熱海ってところも最初からこのホテルがあったわけでも何でもないんですよ。最初は何もなかったところなんですよね。で、何もないところにホテルを建てるぞっていうふうに決めた人がいたんですよ。で、その決めた決断が揺るがなかったんで、こういうふうに建ったわけですよね。で、自信がなかった人もあのホテルの建設を見て自分にもできるかもしれないと思って別の場所にホテルを建てたわけですよ。それが繰り返されていって、この熱海っていう町は開発されていきました。ただだんだんですね、開発するような土地、最適な土地がなくなっていって、一番最後の方に作った人っていうのはかなり不自由なところに無理やり建ったと思うんですよね。だからこれが先行者利益であり、先に行くものっていうのはリスクもあるけどもリターンが大きいということになってきます。ただですね、我々は思考を鍛えることによってリスクを最大限まで減らしてリターンを最大限まで伸ばすことができるんですよ。これが思考資産です。その思考資産をつけるために今熱海っていうところでね、合宿を行っているわけですけども、さあ何名の方がですね、この思考資産を身につけて莫大な収入を得てですね、たくさんの人を幸せにする権利を得ることができるでしょうか。さあ、こうご期待でございます。1年後ですね、今日は賃貸のこのねペンションでやってますけども、ホテルでやってますけども、1年後はですね、あのマンションや一戸建てやペンションのどっかを買って、もしくは借り切ってセミナーをやるような人が今日のね参加者の中から現ればいいなと思ってます。それでは失礼します。